やるべきことはもう分かってるよ ね。やるべきことをやったら君たちはいい歌も歌えると思います、ね。ポイントは難しいことは先生要求しません。今先生見てる人手を挙げてください。 見ることはできますよね。できることはやる。それで奇跡が生まれると思います。その積み重ねやもんなね、いろんなことはね。
あこの技羽生選手ってすごいな、あの人天才じゃないかって思うかもしれんけども、天才ではありません。できることを一つ一つ積み重ねていって、その積み重ねがああいう技になるというのは、だから君たちも今日今の段階でできることでしょ、やっていこう、やっていきましょう。はい、ね、まず子供たちが野原を歩いてるのに、空は夕焼けで真っ赤になってます。カラス、カンザブロが家帰っていこうとしてます。子供たちはカンザブロを見て、あ、お前のうちはあの夕焼けの空の上にあるんやろ、もう焼けとるよ、冷やかしとる。夕焼け、夕焼けなんです。だそういう情景なんですよね。でも入って水かけるとダメやね、水かけようと。でも水かけ、空に水かけられない、尺がない、尺って尺ね、水くんのやつね、尺がない。今度は空に水かけようとしたら、こんなたくさんのいっぱい水ある、あの尺を買っても買ってももう全員払うことができませんよ、こういう意味なんですよね。で、ですからカラスのねぐらが実際に焼けたんではない、夕焼けに染まってる、こういう綺麗な情景、そういう楽しい歌だ。あた、はい、何持ってますか？カニ、すいません。カニで筒取ったから、取れそうなら場所取るよって。なるほど。バラで来てくれてる人らが連絡くれたんで。無理せんでいいからね。最初喋ります。はい、あの今回、どうしようという結果になりました。で、私としては覚悟をしておりました。ある意味覚悟しました。何かというと、最初は入って狙うと大きいだよ、すごいレベル高いと思ったら見ないでくださいですね。あのレベルを見て、うわーこれはーと思いました。で、この結果は私は順当な結果だと思います。今実力です。ただ私的にちょっとすぐ、すごく良かったことがあります。何かというと1番目、6年生がすごく成長したなと思います。本当に成長したわ、6年生、6年生起立、ありがとうございます、感謝しました。ありがとうございます。私のいない時に練習をしてましたよね。でそれを LINE で私は見ました。でそれで見てシャキシャキってやってる。で他の何人かの方々も6年生で先生同じ時よりもすごい動かせるって考えました。でそれくらい君たちの力がついたと思ってください。ありがとうございます。はい、6年生もしよく役所です。中美小学校の中を今日はみんなやることもやりきって、まあ、その結果が同賞だったので、まあ暗い気持ちにならずにこれからも頑張っていきましょう。お前らで人を乗りたいやん。行きましょうね。これからも江ノ島小学校と第一小学校と中美小学校の皆さん、はい、おはよう。おきれい。よし、おきれいよ。
にちは。こんにちは。こんにちは。私たちは小松ハッピーメロディー児童合唱団です。今日は皆さんに楽しんでいただけるよう一生懸命歌います。まずは小学生が全日本のコンクールで歌った曲、カラシカネモ勘三郎を聴きください。